TV のトークバラエティ番組である。2019年7月29日から8月28日までレギュラー配信され、その後は不定期に配信されている。ラジオ番組を担当することを希望していた、広中彩香が公開スタジオ、宇田川ベースで収録するラジオ風トークバラエティで初の冠番組である。初回放送において、クレヨンで描かれた番組タイトルの大事は、 広中彩香本人が5分かけて作成したものであることが明らかにされた。月曜から木曜までの週4日、アベマビデオで録画配信する。アベマ TV の番組だが番組表に未掲載で1ヶ月間限定で配信する。詳細なタイムスケジュールがなく自ら時間配分してコーナーを企画する。質問などは広中個人のインスタグラムで募集される。 ラジオ初出演は2019年4月21日放送のオードリーのオールナイト日本でこの経験を契機にテレビ朝日が資本参加しているラジオ局がないことから地上波ではなくインターネットのアベマ TV でこの番組を広中自ら企画した。またこの番組後の9月1日には日本放送で広中彩香のオールナイト日本ゼロが放送された。 2019年11月1日、テレビ朝日、アベマの時間での放送を受け、1日限定復活。2020年1月31日に第18回が配信された、同日未明のアベマの時間でも放送される。ありがとうございます。